アリストテレスの学校商用学派、またはペリパトス派とは、アリストテレスが創設した古代イギリシアの哲学者のグループであり、彼の学園であるリュケイオンの学徒の総称。ペリパトスとは、商用、そぞろ歩き、散歩あるいは、それを行う、ホロー、散歩道のことであり、彼らが商用学派と呼ばれるようになった理由としては、アリストテレス等が商用をしながら、 講義を行ったから。アリストテレス等がリュケイオンのフォローを拠点として講義を行ったから。を拠点としたストア派と同様の由来アリストテレス等がリュケイオンのフォローで散歩をしながら講義を行ったから。といったように微妙に説、解釈が分かれる。商用学派の設立はアリストテレスがリュケイオンに最初に哲学学校を開いた。 紀元前335年でアリストテレスの後を継いで学頭を務めた人物には、テオプラストスやアリストテレス哲学の自然科学的要素を膨らませ、無神論にまで及んだランプサコスのストラトンなどがいる。商用学派の競技はアリストテレスのもので、その後、弟子たちが守り続けた。商用学派の初期の学頭たちとその人気は次の通りである。ただし、 このリストは幾分不確実である。例えば、ケオスのアリストンが学党であったかは定かでない。リュコンの親密な教え子で、その当時の最も重要な商用学派の哲学者であったことから、そう推測されている。また、クリトラオスがアリストンの直後の後継者だったか、間に誰かいたのかもわかっていない。エリンリアスは、アテナイオスによる言及で知られるのみである。 他の重要な商用学派の哲学者には以下の人々がいる。紀元前86年、ローマの将軍ルキウス・コルネリウススらによってアテナイが奪取された時、アテナイにあった哲学の全学派が崩壊した。アテナイの商用学派も終焉を迎えたと思われるが、後世のネオプラトニズムの著作家、ヘルメイアスの子アンモニオスは、紀元前50年に生きたロドスのアンドロニコスを11代目。 商用学派学等として記述している。しかし、アンモニオスは別の本で、アンドロニコスのデシシドンのボエソスを11代目、学等と書いている。いずれにしても、アンドロニコスが、新しい商用学派を起こし、そこでボエソスを教えたようである。ローマ時代には、商用学派の哲学者は、わずかしかおらず、その中で重要な人物というと、 アリストテレスの著作を注釈したアプロニシアスのアレクサンドロスである。3世紀のネオプラトニズムの台頭とともに、重要な哲学としての商用学派は終わりを迎えたが、ネオプラトニズムは自分たちの学説にアリストテレスの哲学を取り込み、アリストテレスの著作に関する多くの注釈本を生み出した。5世紀のオリンピオドロスは時々商用学派と言われることがある。 古典古代末期の哲学者たちでアリストテレスに注釈をつけたのは6世紀のキリキアのシンプリキオス、ボエティウスなどである。それ以降、アリストテレスの著作は西洋ではほとんど失われたが東洋ではなお保持されて初期のイスラーム哲学に取り込まれた。イスラーム哲学の商用学派の哲学者にはキンディー、ファーラービー、イブンシーナー、イブンリュシュドラがいる。 12世紀になると、アリストテレスの著作が、イスラーム経由で、ラテン語に翻訳され、トマス・アクイナスなどによりスコラ学が起こり、イヴン・リュシュドの注釈、イヴン・シーナーの治癒の書と共に、アリストテレスの著作が取り入れられた。ありがとうございます。